ーのクラブ世界一を争う第10回トヨタカップは12月17日満員の東京国立競技場で行われました。対するは欧州代表イタリアの AC ミランと南米代表コロンビアのナショナルメデジン。AC ミランは昨年度欧州最優秀選手のファンバステン選手を筆頭にオランダ代表2人、イタリア代表6人の強豪チーム。一方のナショナルメデジンも11人がコロンビア代表といわばナショナルチームの戦い。前半から両軍とも激しい当たりで相手をマーク。なかなかシュートチャンスを作れず得点できません。後半 AC ミランの絶妙なプレーもナショナルメデジンの堅い守備でシュートが決まらず、お互いに一進一退の攻防が続きます。攻撃の形を作らせない守備の強さが両チームの特徴のようです。結局0対0のまま延長戦に入りました。終了2分前、フリーキックを得た AC ミランのエバン選手が守備陣の壁を抜くシュートで決勝点を奪いました。国内リーグ34、チャンピオンズカップ9、そしてトヨタカップが44試合目。激闘の末に AC ミランはクラブチーム世界一になったのです。